おいっすー。今回第何弾でしたっけ、ごめんなさい忘れました。もう6弾第6弾また来ました第6弾早くも第6弾第6弾ね、はい、その子供の頃とかね、はい、ちっちゃい頃には追っかけずっとやってたでしょ、はい、あもう大好きで ねブルーウェーブ ねブレーブスからブルーウェーブ、ほんならもういろんなこと見てる、見てます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 。まあそのやっぱプロ野球選手、はい、やっぱりあのねテレビとか出てきて、はい、豪華ですや、あみんな豪華な、いい車乗ってたりとかいい時計したりとかしてた、僕の記憶の中ではね、はい、そういうイメージしかない、はいはいはい、な実際、はい、やっぱ見てきたっていうことで、はい、まあどんな車に乗ってた、あいや分からないですよ、僕からしたらごっつい車乗っとった選手もおったら、ひょっとしたら、はい、軽音やったとかさ、は軽音はいなかったっすよ、さすがに軽音はいなかった。あのね、一個だけ言わせてもらっていいですか、はいはい、あの軽音は、はい、あの僕びっくりしたのは、はい、これ野球じゃないんですよ、はい、ね、僕あの新日本プロレスの野毛道場っていう、はい、まあ、先日亡くなられたあのアントニオ猪木さんの元家なんですよ、はい、そこを改造して道場にした野毛道場っていうのがあるんですけど、はい、で今はあの綺麗になってるんですね、うん、あのビフォーアフターっていう番組が入って、うん、であの綺麗になって、その前のほんまのもう 昔ながらの野毛道場の時僕行ったことあるんですけど、はいはい、その時にここ近年はスイーツ真壁でおなじみの真壁東義選手っていうのがいるんですよ、はい、で真壁東義選手、僕がいや台車かなんか知らないですよ、はい、知らないですよ、あの僕が野毛道場を初めて行った時に、鈴木かあのジムニーで現れましたそういうこともあったの、でっかい体 で乗れるんですか、はい、乗れてました、はいはい、まあまあそんな感じでね、プロ野球選手ですよね、プロ野球選手の話ちょっと教えてください。軽音はまずいなかったです、見たことないです、ちょっとおったら面白いかな、でも、はい、昔あのアルテッツァっていう車乗ってたんですよ、アルテッツァね、はいはい、はい、ありましたありました、まだレクサスが日本にない時に、うん、アメリカでレクサスが売ってて人気やったから日本に持って帰ってきたっていう、だからトヨタのマークじゃなかった、うんうん、あのアルテッツァ僕乗ってた時があって、うん、で、それは何でかというとアリストが僕好きやったんですよ、はい、あアリストね、でも当時のアリストは高級車ですよ、はい、そうですよね、あの4つ目のやつがめっちゃかっこよかったんですよ、うんうんうん、はいはい、でそれ何でかって言ったら、まあ、これ以前もお話したことあるんですけど、後藤光孝選手っていうね、はい、あの選手がめっめっちゃ渋いいじり方をした白のアリストを乗ってまして、そこで僕もアリスト大ファンになったんですね、はい、で、まあ、僕後藤選手も好きやったんで、はい、後藤選手が、これ車乗り換えるんですよってなって、はいはい、あそうなんですか、次何乗るんですかって言ったら M4 って言ったんですよ、BM ね、いや僕知らなかったんですよ、うん、M4 って何やろうなってで聞きまくったら BM の M4 っていう、うんうん、はいはい、で実際あの M4 に乗り換わった時見たらめっめっちゃかっこいいやん、うんうん、でその後もう M4 大好きで、あそう、はい、大好きだから、なりましたなりました、そういうことね、はい、であとそうですね、オリックスから、はい、阪神タイガースにあれ FA やったかなトレードやったかなちょっと忘れましたけど行った平野啓一選手っていうのがいるんですよ、はい、結構阪神でも活躍して、はい、阪神のコーチまでやってました、はいはいはい、で平野君僕一緒の年なんですよ、へーで平野君はねあの入団の時から ものすごい腰低くて、はい、僕あの山田電機と新神戸駅でたまたま終わったこともあって、はい、お平野くんって言ったらあどうもこんにちはっていうぐらいだったんですよ、覚えてられん、あ全然もちろんもちろんもちろん、はい、同い年で、はい、まあもうほぼ毎試合のように顔を合わせてたんでね、はい、で平野選手もそのファンサービスすごい、はい、大事にしてある選手やったんで、で平野くんが、オリックス入ってあれ確かね東海大学から入ってきたんでオリックス入ってから勝ったと思うんですけど、はい、あのね当時あのセルシオって超高級車じゃないですか、ね、あセルシオね、はいはい、当時僕らが、平野くんが入った時から僕が20年前ですちょうど20年前、もうトヨタの最高級車でしょ、はい、で平野くんがねセルシオなんですけど逆輸入の左ハンドルのセルシオ乗ってたんですよ、ほんなマークはマークはトヨタです、トヨタなんですね、はい、でも左ハンドルの逆輸入車、はい、で当時ですよ
その左セルシオかっこええって、うん、近くまで行くじゃないですか、はい、なら触ってもないのに警報鳴るんですよ厳重へえ厳重すごい、ね、あれでもかっこよかったっすけどね。へあとまあこれは有名、車好きで有名なんですけど、山崎武史選手ね、オリックスに1年か2年だけいたんですよ、はい、あのグランドに入るととしもやすぜ武史打てば柵越え止まらないぜっていうね応援歌です。全然わかりません。わからないですか、はい、あの平野くんはさめまぐるしい内野戦争に勝ち抜けよ我らの平野ですよその人は何に乗ってたの？だからそのセルシオス。あ、セルシオス。最初言ったアリストの後藤選手は、はい、高ぶる闘志を抑え手に汗を握るその瞬間、はい、狙いを定めて打てば場外越えるかっ飛ばせゴッドですよ。はい、夢ありますよね。そうですね。そういう車で、ほんならもう当然ながらスポーツカー乗ってた人もやっぱ、そうですね。だからオリックスいました。山崎武史選手が、フェラーリ。フェラーリ。あ、じゃあランボルギーニス。山崎さんは。やばいね。ランボルギーニスは。はい、神戸に某焼肉店があって、はい、そこ僕山崎さん試合終わったと喋って、山崎さんどこどこの焼肉が結構行かれるみたいですね。とか。はい、お今からも行くんだよって言うから、うん、山崎さん僕も行っていいっすかって言ったら、え、来るって言って、ほんまに僕行ったんですよ、うん、あ、本当に来たんだみたいな、めっちゃいい人なんですよ。へ、結構あの人も変更で有名なんですけど、結構いい人で、気さくで、はい、あと横浜ベイスターズからトレードで進藤選手と一緒にオリックスに来た戸賀野投手っていう、はい、あの戸賀野さんもフェラーリ乗ってました。あ、すごいね。で、神戸の球場って下地下鉄通ってるんですよ、はい、で、まあ、下言うてもそのあ近くやな、はい、でその、地下鉄が通ったらゴーゴーって下から音するじゃないですか、はいはいはい、でも山崎さんと戸賀野さんの、はい、フェラーリがエンジンかかると同じ音しますからねマジですよ。地下鉄なんかフェラーリのエンジン音なんかわからないですよ、それぐらい響いとったとそうです、すごかったですか、めっちゃかっこよかったですね。かっこいいね。あとは当時キャッチャーで前田大輔やったかな、うん、背番号40番のね、前田選手がトレイルブレイザーっていうのを乗ってたんですよ、四駆の。分かれ、めっちゃかっこよかったっす。それ外国の車。そうそうそう、あのジープみたいな。あ、ジープの、でトレイルブレイザーだったんですけど、今でもあるかちょっと分かんないですけど、もう今僕車興味ないんで、めっちゃかっこよかったですね、前田選手の。とか、あとこれは一軍で出たことも多分一試合もないと思うんですけど、高橋浩二捕手っていうキャッチャーがいたんですよ。彼が乗ってた、BMW もめっちゃかっこよかったです。今で言われる1シリーズみたいな形のクーペタイプがあったんですよ。あ、そうなんですか、はい、めっちゃかっこよかったですね、あれかっこよかった。あとはそのオリックスと近鉄が合併した頃にから流行りだしたのがポルシェカイエン。へえ、それ誰乗ってたんですか？最後巨人行ったんかな、元近鉄のピッチャーで福岡柳川高校出身の、はい、勝木亮太投手っていうのがいて、はい、そのピッチャーがカイエン乗ってましたね。かっこええと、これ何これって僕知らなかったんで、ポルシェやんいう感じやね、こんなでかいポルシェあるんやんね、はい、想像つけへんよね、はい、で案外ポルシェ911とか、はい、あの辺はいなかったっす。へえ、まあ、ベンツがやっぱり圧倒的に多かったんで。ベンツは多い、多いですね。ベンツはあの当時ベンツセルシオ多かったですね。オリックスから近鉄からオリックス来て、オリックスがイチローの時に優勝した時のセカンドの大島さんっていう、はい、大島光一っていうね、はいはい、あの選手が背165、6しかないんですけど、うん、その人もセルシオ乗ってて、うん、でまあこれちょっとまあ、別にこれバカにしてるとかそんなんじゃないですよ、ほんまに。セルシオってまあ言ったらもう結構もう深いシートでこう、ね、そうですよ、はい、ゆったり乗って、はい、身長低い方なんで、こんなだと、いや、違うんですよ。夜とか見ると、運転席の人が見えない。車だけが動いたように見えるっていう。これは我々ファンの中でね。これバカにしようね、ちゃいますか。わかるわ、でもね。はい、それになってまうんですよ、はい。それぐらいやっぱりその車としてやっぱね、
すごい車だったんですよ、セルシオは。セルシオはすごかったんですよ、はい、ね、とか、あとはそうですね、僕がお世話になったの元柳さんっていうね、はい、ピッチャーの方が、はい、おられたんですけどね、はい、背番号34番で、はい、確か日本ツーンからオリックス入られたんかな。うん、元柳さんが入ってきた頃から BMW 乗られてて、はい、ある時 BMW の、7シリーズ、はい、まあ、当時一番高い BMW、ね、1000万ぐらいの乗られてまして、はい、でまあそれも乗せていただいたことも僕、はい、ありまして、はい、である日ですよ、試合の後、はい、僕はあの本名で呼ばれてたんで元柳さんに、はい、元柳さんにまあまあ言うたら、まあやっとく、もうさ車乗り換えようと思ってんだよね、うん、あ、そうなんすか、この車乗るって言われたんですよ僕BM の7シリーズ、うん、これほんまの話ですよ、はい、ただ現実的に考えてあんな7シリーズ維持しよう思ったらこの下の駐車場なんか入るか入れないかわからないじゃないですか、幅も広いから、はい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 、税金高いでしょ、まず、はい、高い車検も絶対高いでしょ、はい、絶対維持できへんな思ってお断りしたんですよ、はい、なら聞いたらピッチャーやから色黒やったんですよ、あ、黒星っていうのがやっぱ縁起が良くないと、うんうん、で僕にお話ししていただいて僕がお断りさせていただいて、うん、その、1ヶ月後か2ヶ月後に同じ BM の7シリーズの白いのとましたね、やっぱ白星が欲しかったみたいなね、でそのあの僕がお断りさせていただいたその黒の BM の7シリーズは後輩の小川雄介っていう立命館大学から、ドラフト自由枠で入った左ピッチャーの選手が乗ってました。ピッチャーに上げてで結局小川選手は一軍で一勝もしてないんじゃないですか、ね、黒星、はいはい、っていうのもありましたね、はい、いろんな話あるね、ありますね、元柳さん本当にお世話になってね、はい、もう今でも本当にお会いしたいって僕ずっと思ってます、はい、はい、これちょっと車とはすいません関係ない話なんですけど、はいはい、いいですよ、どうぞやってください。オリックスと近鉄が合併して、はい、で楽天イーグルスっていう球団ができたじゃないですか、あ、できましたね、はい、で楽天イーグルスが初めて神戸に来ると、はい、オープン戦で、はい、3月これはまあさすがにまあもう応援せえへん言っても、まあ、やっぱオリックス、ブルーウェーブ、近鉄、バファローズにいた選手が一つの球場に集まるから、はい、これは行かなあかんなって、で僕ら草野球当時やってたんで、はい、試合終わって、その試合が聖心中央、はいはい、で球場そこじゃないですか、はい、だからまあ車で10分15分で行けるじゃないですか、はい、間に合うなって、で僕ら俺試合終わって、俺さっき球場行くわって、若い子、まあ、僕も若かったですけど、はい、3人乗して球場向かった、でまあ他のやつらも車で向かってきて、で監督やってた僕同級生が来なかったんですよ、はい、全然、はいはい、これ実話ですよ、ほんまに全然来なくて、どないしたんやろうなーって、うん、遅いなーって、うん、一番見たかったあいつやのになーってで言ってたら原付の人が一人いて、はい、原付一番遅いじゃないですか、まあまあね、はい、で僕らがそう言ってたらその原付の彼から電話がかかってきたんです、はい、僕に、まあまあやっとく、やっとく、えらいことや、うん、どうなんしたの、監督が事故った、うん、え、どこで、まあすいません、これ この辺の人しか分からないんですけど、その精神中央から球場行くまでに下り坂でトンネル抜けないといけないんですよ、うん、学園都市らへんで、うん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 、でそこカーブなのちょうど、あ、カーブある、うん、そこで事故ってると、はいはい、でそいつはその現場にいると、はい、すぐ来れるって言われて、あ、行くわって、うん、で僕球場の駐車場出て、はい、で、まあ、目の前の道じゃ一本道じゃないですか、はいはい、で渋滞してるんですよもうやっぱり、はい、もうね、事故ってるから、でも僕らが行くのは精神中央方面なんです、うん、でも彼が来るのは精神中央から来るからこっちなんですよ、はい、で間にガードレールあるんです、ガードレール、はい、なんでこっち、あ、まあ脇見渋滞かと思って、うん、で、ちょうど救急車来たんですよ、やばいやん、うん、で、いや絶対もうあいつのために生きようやこの救急車、うんうん、で僕は救急車の後ろをつけたまあまあ間違いだよね、もうその渋滞浜とばいちゃうから、うん、救急車なんかピーポーピーポー鳴らしながら後ろついてこないでくださいみたいに言ってくるんで、うん、アホか俺関係者じゃん思いながらほんでついたんですよ、うん、ならその僕連れがこっち向きからもうこっちまで飛んでたんですよ、へえ、
ほんで、おいっつって。で、もう白目ですよ。うん、もう動かないですよ、体。うん、意識ももうあるかないかわからないですよ、うん。呼びかけにももう応じないんですよ。うん、やばいやん。で、そのまままっすぐ行ったら精神上陸じゃないですか、はい、あの右手に、西神戸医療センターってでっかい病院あるじゃないですか、はいはい、あそこしかないなと思ってで、救急車の人に聞いたらああそうですね今からちょっと確認は取れますけどで、ね、結局西神戸医療センターやって、はい、みんな行ったんですそんなら、お友達の方ですかって言われて、はい、病院でねその処置中にちょっともう絶対もうこれ手術が必要ですとで親御さんに連絡取れる方いますかって言われて誰もそんな知らないあもう出身京都なんですよ彼は、はい、知らんからいや分かんないっす、はい、で輸血せなあかんから絶対に親族のサインが必要や承諾が必要やとでまあそんなこんなあってで手術が6時間ぐらいかかるって言われてで僕らもう6時間ちょっと病院呼んでも迷惑やしもう10人ぐらいおったからとりあえず飯食いに行こうかって、うんでまあ、あんまりしみりしょってもあいつも喜ばんし、うん、とりあえず飯食いに行こうってで、うん、飯食いに行ってで帰ってでちょっとした手術終わって、まあ、親御さんも来られてね、はいはい、でちょうどその親御さんが今から行くからもう進めてくださいかなんか言ったと思うんですよ、はい、来てからやったら間に合えへんからもうほんで手術終わってで、一応成功しましたあよかった、ね、で結局こっから骨出てたんですよ、うん、で鎖骨も出てて、はい、で、腎臓と肝臓が一部損傷、はいはいで脾臓が破裂やったんですよ、はい、で重症なんですよ大重症そうなんですよほんで僕あれそれ日曜日やったんですけど、はい、僕辻の日も仕事休んだんですよ、はい、ちょっとみんなでもうちょっとまあ連絡し合って、うん、ちょっと俺明日仕事休んでちょこれついとくわ、うん、でもう一人もほんで俺もちょっともう会社に今からもう連絡して休むわって、はい、で僕ら二人でほんで行こうかって、うん、でその事故った彼がその元柳さんの大ファンだったで僕も大谷さんとはもうご飯も一緒に、はいはいはい、ごちそうになったりしてたんで携帯連絡先も分かってたんで連絡して、はい、ちょっと実は友達の誰々君が昨日事故りましてでちょっと色紙にまあその彼もその大谷さんのサインなんかいっぱい持ってるんですよ、うん、でもその頑張れとかっていう それだけでもやっぱりちょっとちゃうかなと思ってでちょっと今から持っていくんで書いてもらえないですかって言ったらあ今日今から室内練習でちょっと練習するからちょっとそっちに来てくれるって言われてあ分かりましたって何時ぐらい練習終わりますかって、はい、2時ぐらいかなって言って2時ぐらい行ったんですはい色紙持ってで元柳さんすいませんもうこれ本当元柳さん僕リスペクトしてるんで名前も出します、はい、元柳和也投手っていう背番号34番の投手がいたんですけど、はい、で色紙持ったらやっとくんは僕も行くよ病院に、これほんまなんですよ、ほんでマジっすかの一緒に行こうよって言われて元谷さんの BM の後ろに乗って、はい、もう連れと二人で、はい、で行ったんですよほんなら意識がまだなかったんですよ、はい、で血圧が全然もう血圧が上がらんから、はい、ちょっとお医者さんもそれを懸念してて、はい、血圧が上がらへんから意識も戻れへんのかみたいな、はいで、あ、ちょっとで ICU 入ってたんですよ。で、僕ら3人で、この帽子、このかぶって、服着て、で、入って、で、元柳さんが色紙をこう枕元に置いて、はい、で、まあ、そのた、まあ、仮に、A 君としましょう、はいはいはい。元柳さんが、A 君頑張れよ、また見に来てくれよ、とかって、うん、マジ、ほんまに、もう呼びかけたんですよ。はいはい。なら、血圧上がったんですよ。へえ、すごい。これほんまですからね。へえ。ガッと上がってで目がちょっと開いた。看護師さんが、わあすごい。うん、まあまあそんな感動の一瞬やね。そうなんですよ。で、おおマジかよかったと思って、でまあ喋れることはできないんですよ。はい。でよかったと思ってで30分か40分かおってでまあそろそろってなって病院一回降りて。で、元谷さんすみません、ありがとうございましたって、いや、全然、でもよかったねって。で、元谷さん帰りはって、で、翌日にはもう意識が戻って。素晴らしい、いい話ですね。そうなんですよ。ほんで、僕言うたりましたよ、そいつには。はい、今はもう元気なんでね、はい、言うたったんですよ。お前らって、
俺仕事まで休んでずっと頑張れよ頑張れよって俺には何の反応もせんかったのかそういうことね後日ね後日ね、うんはい、ほんで元柳選手が頑張るよ言われたら一瞬やんけってどういうことやねん今そうそうそうまあそれぐらいねやっぱり野球選手の力すごいすごいんですよねやっぱり ねもう本当に何年ぶりやろ20年近くぶりになりますけど、お会いしたり、いやこれは本当にね、これ実話なんですよ、はい、まあちょっと今回ね、ちょっと長くもう車の話からすみません、ちょっといやもう車の話からそこにたどり着いてるから、そうです、ちょっと思い出してしまって、うん、はい、はい、の人お話しさせてもらったんですけど、まあだから本当に、まあ、ネットで検索しても絶対もう元柳和也って検索者出てくるんで、はい、すごい熱い人です。うん、千葉マリンスタジアムで当時の千葉ロッテの外国人のベニーとね乱闘したりねそうなんやそうなんですよで翌日にはベニーが謝りに来てくれて、でベニー最高なやつやみたいな、まあ、ほんと熱い人背はちっちゃいんですけど、ね、でも阪神ファン のタレントでダンカンさんはいはいはいダンカンさん武志軍団かな、うん、当時日本で一番熱い男か日本で一番マウンドで性格が変わる男って言われてましたからね元柳さん、ま、はい、野球マニアからもそう言われてた人でもすごい人で最もう、まあ、松永さんは僕子供の頃のヒーロー、はい、でも元柳さんは、まあ、元柳さんは松永さんほどのプロでの実績はないですけど僕の中ではヒーローですね、はい、いやそれはヒーローでしょ、はい、ね、間違いないですね。いや、いい話ですね、はい、ちょっと熱くなりました車の話から、はい、すみません、こんなもうすごいいい話持ってたんですよそうなんですよ、これは本当にマジの話なんで、はいはい、またそれ、まだね、みんなが気になったらこう検索してもらったらそうですね、ぜひ元柳和也さんっていうまあ、オリックスブルーウェーブ、オリックスバファローズにいた投手がね、こういう投手だったっていうすごいね、はい、すごいことをしてたというそうです、もう本当に僕リスペクトしてます、ね、でも大好きです、ね、今でも大好きです、はいはい、本当に僕は元気なうちに一回お会いしに行きたいなと。そうですね、はい、また見てくれたらいいですけどね。そうですね、まあ、そんな感じですね、はい、はい、すいません車から脱線しましたけど、いやいいです、はい、いいです、もうほんならもう第6弾、はい、素晴らしい話を、はい、すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではさよなら。